るんでしょうか。それでは細谷さんお願いします。小錦は出ません。はい、それでは江戸錦点火。さあ、それではここで南予山での花火大会についてご紹介しましょう。小野さん、お願いします。はい、かしこまりました。今日もですね、大変いいお天気に恵まれました。天命と言われていますが、天候にまで奇跡が起きている技術は本当にすごいことだと思います。細谷さんもこの花火大会には長く携わっているんですけれども、いろんなことがあると思いますが、いかがですか。実はですね、山本さんの方から奇跡と、いうことで、私ども地域様の花火、公式花火を長年担当させていただいてて、この奇跡、ミラクルの花火をですね、実は一昨年、隅田川で、準優勝いただきました。はい、素晴らしいです。ものになるんじゃないかと期待しております。キュンキュンしてるわけですね。はい、それでは細谷さん、ときめかしていただきましょう。お願いします。それではミルキーウェイレッツスタート。さあ、マリン、長く盛大でした。